ニュージャージーデビルスはアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアークを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。1974年10月9日前身のカンザスシティスカウツとしてミズーリ州カンザスシティにデビューしたこのチームはトロントメープルリーフスに6対2で敗れる。そのわずか2年後チームの不信と財政上の理由により今度は コロラド州デンバーに本拠地を移転する。デンバーではコロラドロッキーズを名乗るもファン層の拡大には至らず、成績の方も6年間でたった一度だけプレーオフ進出を果たしただけであった。ロッキーズは1979年に湿地回復のため人気者で派手な行動で知られるドンチェリーをコーチとして雇い入れるも、成績不振で一シーズンで解任、また1982年には 当時のオーナーのジョン・マクマレンがニュージャージー州イーストラザフォードのメドーランズコンプレックスに本拠地移転を行いチーム名をニュージャージーデビルスに変更したこの名称はニュージャージー南部のパインバレンズに生息するとされる不吉な馬ジャージーデビルの伝説に由来する1980年代のチームはウェールズカンファレンスの決勝に進出した1988年を除き 依然として低空飛行を続けた。1990年から1993年の間、デビルズは毎年プレーオフに出場したが、すべて第一ラウンドで敗退。ところが、1994年から NHL 内で次第に重きをなすようになっていく。ディフェンスにスコット・スティーブンス、スコット・ニーダ・マイヤー、オフェンスにクロード・ルミュー、ボビー・ホリック、バレリゼ・レプキン、 ステファン・リシェ及びジョン・マクレーン、ゴーリーには、マーティン・ブロデューア、クリス・テレリを用して、レギュラーシーズンで他チームを圧倒、東部カンファランス決勝で、ニューヨーク・レンジャースに赤敗した。前年の敗北のダメージは、翌年にはすっかり癒えていた。1995年はロックアウトで、シーズンが短縮された年であるが、見事、デトロイト・レッド・ウィングスを第4試合で破って、 スタンレーカップ初優勝を遂げる。1996年はプレーオフ進出ならず、1990年代残りはファンの期待に応えられず再び低迷する。しかし、1999から2000シーズンでは再び王座に返り咲く。スティーブンス、ホリック、ルミュー、ニーダマヤー、ブロデューアラ1995年の優勝メンバーに加え、 過去5年間の低迷期に獲得した新戦力、パトリック・エリアッシュ、ペトル・シーコラ、ジェイソン・アーノと、ブライアン・ラフォルスキー、アレクサンダー・モギルに、新人のスコット・ゴメス及びジョン・マッテンらの活躍により2度目のスタンレーカップ優勝に輝いた。2001年はコロラド・アバランチに第7戦で敗れカップ3度目の優勝を一した。2002年は優勝を狙えるとの全評判であったが、 1> 第1ラウンドでカロライナ・ハリケーンズに敗退。しかし2003年スタンレーカップではマイティ・ダックス・オブ・アナハイムを第7戦で下して3度目の優勝を果たす。プロデュア、スティーブンス、ニーダ・マイヤー、ケンダ・ネコ及びセルゲイ・ブリリンラの選手にとっては3度目のカップ、またジェフ・フリーゼン、ジェイミー・ランゲンブラナー、マッテン及びラホルスキーも優勝に大きく貢献した。 2005年2月、デビルスは総工費3億千ドルをかけて、新ホッケースタジアムをニュージャージー州ニューアークに建設すると発表した。コンチネンタルエアラインズアリーナに代わる、この新アリーナプルデンシャルセンターは、2007から2008シーズンから使用が開始された。また、ニュージャージー州議員のクレイグ・スタンリーは、宗教的な問題から、デビルスの名称の変更を求める決議案の提出を、 計画しているとの声明を発表した。これに対し、CEO のリューラ・モリエロラ、デビルス首脳は変更する考えのない旨を明らかにしている。ロゴやマスコットについてはチームが、キリスト教における悪魔の描写をモデルとしたことを、ほのめかしつつも、デビルスなる名称は、伝説のジャージー・デビルに由来するからとされている。1994から1995。 1999から2000、2002から2003、2000から2001、2011から2012。ありがとうございます。